ニュースポストセブンです。東京練馬区のアパート敷地内のゴミ箱に我が子を捨て去り殺人未遂の疑いで逮捕された北川ノア容疑者、素顔はメンズ地下アイドルの熱心なファンだったようです。捜査関係者によると、もともと関西在住だった北川容疑者は男性アイドルグループの推し活のために上京、同じアイドルの追っかけ同士男女での共同生活をしていたとのこと。知人によると、北川容疑者はノアチと呼ばれ、ファン同士の間ではちょっとした有名人でした。推し活を精力的にしており、トップオタと認識されていたそうです。逮捕時には笑みを浮かべていたようにも見えた北川容疑者、残酷な事件はなぜ起きたのでしょうか。捜査の進展に注目が集まります。ニュースポストセブン。